モーニングジャム3、4、おもろい家族パート2。この時間は健康な体と綺麗な水を守るシャボン玉石鹸、格安カーリースのサンネットワークの提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には久留米のフルーツショップ飯田屋セレクト秋の味覚セットプレゼント。はい、実りの秋です。はい、味覚セットはね、これ梨が3玉、それからブドウがね、シャインマスカットにニューピオーネ巨峰、はい、そして栗が1キロ、いいセットですよね。最高です。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。はい、そしていよいよ来週の木曜日はこのモーニングジャムララポート福岡で公開生放送、はい、10時30分のところ、それから12時のところ、うん、おもろい家族の傑作選をお届けするっていうことになってるんで、皆さんどうぞお楽しみに。はい、それからね、まあ言っても時間的にはね、おもろい家族の時間って、まあ、ワンコーナーですから、まあ、10分ぐらいのものなんですよね。なので、ちょっと短いかなっていうふうに思われるかもしれませんが、はい、終わった後に、まあ、傑作選残っていたらね、紹介しようかなっていうふうに思っているので、はい、来週木曜日平日ですけれども、ララポート福岡に遊びに来てください。それからね、おもかぞのお知らせついでにもう一つだけ、9月24日日曜日お昼12時からイオンモール福津の中にある未来屋書店でおもかぞ本すごろくのサイン会やります。はい、時間はね、お昼12時から1時から2時から、便宜上ねそんな風に区切ってますけれども、まあ大体それぐらいの時間に来ていただければ、こうやって便宜上区切っておけば、12時からっていうとズラズラズラって並ぶんですけれども、はいはい、あ、12時からも1時からも2時からも並べるんだねっていうことになると、並ぶ時間が短くなるっていうことで、便宜上そうやって区切っております。で今回ねちょっと私も3時間ぐらいしかそこにいられないんですけれども、はい、おもかぞ本にサインしてね、そして皆さんと写真撮れればなというふうに思ってます。はい、今までサインした本にはもうちょっとサインができない、時間的にそういうことになってますんで、過去のおもかぞ本、それから、どこで買ったおもかぞ本でもサインするので、どうぞよろしくお願いします。はい、本に2つもサインがあってもしょうがないじゃないですか。そうですね。そうですね。確かに、なので今までサイン書いてない本にね、サインするっていうことになってるんで、どうぞよろしくお願いします。さあそれではね、今日はまずはこれから行きましょうか。この時間はちょっとのんびりとお届けしたいなというふうに思います。お名前は控えておきましょうか。40代の女性の方ですね。中地小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。我が家の5歳の娘の話を聞いてください。はい、口も達者になってきて、どこで何を聞いて吸収してきたんだろうと思う日々。私40代になって出産してから自分の顔を大して見ることなく子育てに突っ走ってきました。やっぱね、子育てってそれぐらい大変なことなんですよね。もう自分のことが一番最高っていうことになっちゃうんですよね。最近少しずつ自分の顔をまじまじ見る余裕が出てきて、シミが目立っている自分の顔にショックを受けていたんですが、はい、そんなある日、いつものようにテレビを見ていた娘が、ママこれポンポンってしたらシミ消えるらしいよ、買ったら。最近シミを隠せるファンデーションの CM よくテレビで見かけますよね。それを見て覚えたみたいで、私のシミが気になっていたのか、私のシミへの嘆きを知らない間に聞いていたのか、私の顔についているものが CM で紹介されているシミだと理解したみたいで、ちゃんとご指摘いただきました。面白い。先日夫の母の家に行った時に、娘はバーバのシミを触って、何これと大きかったからっていうことなんだそうです。年季の入ったサイズ感のあるシミを触り始めたんです。バーバからシミよと教えてもらうと、ポンポンってしたら消えるやつあるから、バーバした方がいいよと何回も勧めてて、私は義理の母の顔を見ながら苦笑い。最近はメンズのシミ消しもあって、そんな CM を見るとパパにも早速おすすめしてて、人
の顔を観察してはシミを指摘しています。子供は悪気なく正直すぎて困る時がありますね。まさか幼稚園で先生とかにやってないかなと心配になる今日この頃です。なるほどね、そうですね、まあなんというか ね、 ねでもね、あの娘さんとしてはね、いいことを教えてあげてるっていう、ね、自分は親切なことをしてるっていう思いだと思うんですよいやだからね、それは人に言わなくていいんだよっていうことをね、あのもしかしたら、はい、あのどっかで教えてあげるっていうのも、そうですね、うん、あの大切かもしれないなっていうね、確かに、はい、さあそれからねこういう方もいらっしゃいますから、女性の方、中地小浜ちゃんこんにちは。こんにちは。おもろい家族というか今朝の私の出来事です、はい、いつものようにちゃっちゃとお化粧していると、うん、なぜかいつもの手順と違ってる、うん、お粉をパタパタした後にペンシルで眉を描くのが通常なんですけれども、ヘアクリームを手に取ってしまっていることに気づいて、うん、あ手洗って眉を描かないとと思っていたのに、手を洗ったらお弁当の準備に取り掛かってしまってこれ面白いんだよその後は眉毛のことすっかり忘れてお弁当、息子の朝ごはんの準備、そして自分の朝ごはんと進んで車で出勤、会社に到着して眉毛描いてない、鏡見るとああバラバラゲジゲジみっともない、どうしよう、50代の私でもさすがにこの顔でお客様に会うのは気が引けるある程度のことはっていうね、ある程度のことはしょうがないでもこの眉毛はっていうね、はいどうしよう、近くのドラッグストアもまだ開いてない、ふと机の見る上を見ると鉛筆、そうだ仕方がない、鉛筆で眉を描いてみよう、すると意外といけるそうですか、へそんなもんでしょうでももっと濃い鉛筆があったはずと 2B の鉛筆を出したけど先が尖りすぎて痛いHB に戻して今度は芯を寝かせて描いていって、どうにかこうにかみっともない状態から脱出することができました朝から慌ただしかった何の話だよ何の話、自己完結型、そうですねもう本当全部一人でやってる一人芝居一人上手桜田純子さあそれからねこれも行きましょうか、何とも言えずにね、いいんですよね女性の方、中地小浜ちゃんこんにちは。こんにちは。初めてメッセージします。ありがとうございます。1年前北海道から引っ越してきました。あ、そうですか、本州ひとっ飛びですよ、以来モーニングジャムを楽しんでます。多分福岡に入って最初に聞いたラジオがモーニングジャムの3秒以内に答えましょうそうなんですね、変なのに引っかかっちゃったねなんだこれって思ったでしょうねリスナーとの距離感これってまるで親戚のおじさんと話してるみたいな感じだよねっていうね、我が家は11月で2歳になる娘がいます。徐々に言葉が増えてくる頃、こちらの言ってることはほとんど理解しているみたい、自分から発する言葉はまだまだでちょっと特徴的なんです、言葉のお尻を取って話す、リンゴはゴーなるほど、まあだからなんとなくそっちに耳がいっちゃうっていうことなんでしょうね、朝散歩に出かけるのが日課、コースに橋があってそこにアオサギが止まっていたんです。だから娘にサギさんだよと教えると頭に手を立ててぴょんぴょん飛び始めました最初は何のことか全くこれね、これ文章でこう説明されてるから我々はすぐに分かるんですけど、
これはね、はい、あのその現場だったら確かに確かに絶対わからないと思う、うん、詐欺さんだよと教えたら初めはわからなかったんですが、ウサギの真似をして頭に手を立ててぴょんぴょん飛び始めました。詐欺でウサギを連想したみたいです。これから会話ができるようになるのが楽しみ。またおもろい家族にメッセージできる出来事が起きますように。あまあね、もうレベルにあんまり達してないんですけれども、北海道からの初心者っていうことでねこんなことを言う番組もないです。そうなんですよでもその番組に出会ってしまったからしょうがない、ね、もう逃れられない来週はね木曜日この時間に、はい、皆さんをドッカンドッカン笑わせてることだと思います。本当楽しみですね。公開生放送、久しぶりです、はい、ララポート福岡、うん、来週木曜日ぜひ遊びに来てください。